IT、商社、コンサル、メガバンク、母国とかまあいっぱい行って。サマーインターンで内定決まるってマジなんですか？面接ってどんなこと聞かれるんですか？はい、この時期の面接って基本的にが聞かれて。どうもこんにちは、新代理メンバー24卒の鈴です。宮山です。25卒のケンティです。今回なんですけど、はい、サマーインターン僕何もまだ分かってなくて、面接とか選考とかどうやればいいのか稲山先輩にお聞きしたいです。 OK です、はい、そう、稲山先輩、サマーめちゃめちゃ無双したっていうことで。そうでございます。聞いていきたいと思います、はい、で、前回の動画では割と就活の初歩の初歩をお伝えしたんですけど、今回はサマーインターンの ES とかグルディスとか面接とかいろんな選考で使える実践的なノウハウとかコツとかっていうのをね、聞いていきたいと思います。で、ちなみに稲山さん、サマーどんな感じだったんですか？はい、僕はもうサマーインターンに命を注いでまして、4月から6月までサークルとかに1回も顔出さずずっと就活してて、で、夏休みも6日間以外はもうずっと就活でサマーインターンしてるみたいな、もう就活廃人だったんですけど。ちなみに業界とか、その規模感とかどういうとこ行ってたの？はい、で、業界は IT、商社、コンサル、メガバンク、母国とかまあいっぱい行って、で、規模も外資から日系大手ベンチャーまで本当に縦にも横にも広く見ていって、本当にめちゃくちゃいろんなところを参加したんで、でも今日はそんな僕だからこそ話せる話を、話していけたらなと思います。あと今回はプレゼントもあって、僕のサマーインターンに通過した合格イエス集をプレゼントしているので、ぜひ概要欄から受け取ってみてください。多分9社ぐらい入ってるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、レッツゴー。で、じゃあ今から説明していくんですけど、はい、そもそもサマーインターンが何と か、うん、最初何したらいいか分かんないみたいな人はこちらの動画を見てくれればと思うので、まあ、そっちに行っていただいて、うん、今日はもうより具体的にサマーインターンどんなことすればいいのか、どうやって臨んでいけばいいのかっていうのを話していきます。もう7月始まっちゃったんですけど、もう結構締め切りとかやばいですよね。僕も当時やばいと思ってたんですけど、意外に7月の半ばぐらいとか終わりぐらいまで日系の大手の商社とかメーカーとかデベロッパーとか募集あるんで、まだまだ全然大丈夫だと思います。滑り込みセーフってことですか？はい、だから今から頑張ればまだ全然間に合うと思うんで、よかった、しっかり待ってくださいませ。ちなみにサマーインターンで内定決まるってマジなんですか？決まるところもあると思うんですけど、うん、大体多くはほとんど決まんないと思っていいと思うんですよ。じゃあどういうスタンスに挑めばいいの？内定もらおうっていうスタンスで、自分の志望業界もがっつり決めて、そこだけ狭く深くいくんじゃなくて、うん、自分が本当どんな業界に行きたいのかっていうのを決めるために、いろんな業界に参加して業界とか企業の理解を深めるっていう感じで使った方がいいと思うんですよね。からできるだけ幅広くいろんな企業、自分の興味のあるいろんな企業に参加した方がいいと思います。私前者だったわ。志望業界だけに行った方がいいなって思ってたから、ってなったら結局決まらなくってサマーインターン参加できなかったから、いっぱい参加した方がいいと思う、ね。はい、もうとりあえずでいいんで、まず参加した方がいいですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、いろんな業界行けっていうのはまあ分かりますと、分かるんですけど、でもどこからどう攻めればいいか全く分かんなくて。あ、そのコツとしては、はい、その業界の代表例の企業を1個だけとりあえず受けるっていう感じで僕はいいと思うんですよね。落ちちゃったらどうするんですかね、それ。でも落ちちゃったらその企業の社員さんに社員訪問すればいいと思ってて、マッチャーとかビズリーチキャンパス使って社員さんに話聞くことで、インターンで得られなかった情報を得に行くっていうのが、まあ、できることかなと思います。早速なんですけど、まずエントリーシート書こうと思ったんですけど、はい、興味ないところとかも出した方がいいんですかね？俺は興味ないところも出した方がいいと思ってて、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱ広く見た方がいいんで、興味ないところもなんか頑張って志望動機作って出した方がいいですね。待ってください。はい、はい、どうぞ。志望動機書けません。いや、まあそれはマジあるよね。そもそもまずこのエントリーの段階で志望動機そんなに重要視されてないっていうのが前提ありつつ、書けないと思うんで、まあ、ワンキャリア様にお世話になって受かった ES3 つぐらいコピーしてきて、あ、こんな風に書けばいいんだなっていうのを学んで書くっていうのが一番いいと思います。要素を抽出して書くんだ。そうっす、受かった人も、はい、で、ガクチカをどうやって書けばいいのかっていうのも、僕がプレゼントする中のガクチカっていうシートがあって、うん、そこにガクチカの書き方とかどういう感じで書いてたかをまとめてるんで、それ見てくださいませ。見ます。はい、ありがとうございます。次なんですけど、はい、僕めちゃくちゃグループディスカッション苦手でもうそこどうすればいいんですか、うん、これ実はグループディスカッション、ぶっちゃけ役職あんま関係ないと思ってて。あ、そうなんですか。そもそも役職決めないで始めるグループディスカッションとかもあるから、まあ、役職は前提大事じゃないと思ってて、うん、より大事なのは積極的に参加することと自分のキャラに合った立ち回りをすること、まあ、この2つを意識して議論に貢献することが大事なんで、だからこの役職がいいからこの役職練習しようっていうのはあんま良くないと思います、うん、実は僕今度グループディスカッションがあるんですよ。しかも1週間後にあるんで、もうバクバク緊張緊張で、はい、どういう準備をこの1週間でやっていけばいいですか？はい、まあ、準備についてはちょっと最近上げた1人グルディス練習の動画を見てもらえればいいんですけど、まあ、ざっくり言うと毎日グループディスカッションまでネットで調べて自分で解いてみてください。
それが一番やった方がいいですわ。なんでですか？なんかいっぱいやっただけそんないいんですかね、はい、そう、出されるお題のタイプがあるんでね。中小系のタイプだったらこういう議論の進め方があるとか、売上向上だったらこういう進め方があるとか、そのお題のタイプによって進め方っていうのがあるから、まずそれをインプットして、それをインプットして最低限自信持った状態で挑みに行くっていうのがまず最初にやった方がいいことですね。普通の基本の進め方をマスターしましょうってことだね、うん、1週間でできそうですか？できます。はい、じゃあ練習しましょう。グループディスカッションが、まあ、もし仮に受かったとしたら、はい、次は面接があるんですよ、はい、あるんですね。あるんですね、はい。面接ってどんなこと聞かれるんですかね、はい、この時期の面接って基本的に学知科と就活の軸が聞かれて、あんまり志望動機とか聞かれないっていうのをまず押さえた上で、学知科と就活の軸についてどんなに深掘られても話せるようにするっていうのが大事なことですね。志望動機本当に聞かれないんですか？ぶっちゃけ俺はあんま聞かれなかったんですよね。へえ、なんでですか？で、理由は多分この時期 のサマーインターンで企業さん的にはなんか自分たちの企業に来てほしい人を集めたいじゃなくて、優秀な人を集めたいですよ。で、インターンに参加してもらってその志望度を上げていくっていう作戦だから、そもそも志望動機あんまり重要視してない。どっちかっていうと学知科とか就活の軸で論理的に話せるかとか、ちゃんとコミュニケーション取れるかみたいな、ある種の優秀さみたいなのが測ってるんで、まあ、そういうところを対策した方がいいですね。あ、分かりました。ありがとうございます、はい、その学知科とか就活の軸がめっちゃ深掘られるって言ってたじゃん、はい、そこに対する対策をどうやってやっていけばいいの？自分でやる方法と人とやる方法の2つがあって、うん、まず自分でやる方法はひたすら箇条書きで書き出す。具体的にはこの例えば学知科で、バイトで施策打ちましたってやったら、うん、これなんで俺はこの施策打ったんだろうとか、うん、そもそもモチベーションは何だったんだろうっていうのを自分なりに深掘りしてみる。なるほど、はい、ネットで学知科質問書みたいなの調べて、それに全部回答できるようにどんどん答えを変えていくっていうのがまず自分でできる方法と、うん、もう一個は人に話してみて実際に深掘ってもらうっていうのがやることですね。ちゃんとやっぱ人に見てもらうとか、ちゃんとアウトプットして、その答えがちゃんと質問の意図に沿ってる答えを出せてるかどうかはちゃんと検証してみる。確かにそうですね、自分だけやったら確かに。 それで面接、はい、もう晴れて通ったら、サマーインターンに向けてどういう準備していけばいいんですか？はい、で、受かったらこのインターンで何を持ち帰りたいかっていう、まあ、目的をちゃんと明確にすることが大事なんで、まずそれを考える。で、例えば自分がめちゃくちゃ行きたいとか志望度が高い企業だったら、そこでちゃんと活躍して社員さんに見てもらって優遇とかにつなげなきゃいけないんで、そのディスカッションの練習みたいなのは絶対やった方がいいですわ。稲山さんはどうやってそれ練習したんですか？俺はやっぱりさっきも言った一人グルディス練習を、まあ、グルディス終わった後も毎日やってるっていう、ただそれだけ。それが一番有効だったなと思うんで、あとはやっぱインターンの回数を重ねるっていうのは一番いい気がします。いろんな参加してってことね、はい、そう、まあ、参加できる人しかできないんですけど、うん、ベンチャー企業のインターンとか早めにあるやつに積極的に参加していって、うん、インターンの実践を積むっていうのが、まあ、やっぱりその自分が行きたい企業のインターンの前にやった方がいいこと。分かりました。ありがとうございます。まず目的を明確にする、はい、で、そこまで行きたいとこじゃなかったら業務内を理解するとかっていう目的だから、別に事前の準備はその必要ないんだよね。そうす、はい、逆にめっちゃ行きたい企業で活躍したいって思ったら、そこで活躍できるためにグルディス練習とかいっぱいやっておきましょうっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。じゃあサマー参加後じゃない？次、確かに参加し終わったら終わりですか？間違いないです。参加し終わったら感想をちゃんと言語化してください。これ絶対やってください。感想言語化、はい、例えばメガバンクのインターン行って、うん、こういうところはいいなと思ったな、逆に違和感を抱いたポイントはここだなみたいな感じの、まあ、要は違和感とビビッときたポイントをちゃんと言語化しておくこと、うん、これが大事です、はいはいはい、でこれやんないとインターンいっぱい参加し終わって9月とか10月になって振り返ってみようとなった時に、あれどのインターンがどのことだっけみたいな感じで混ざっちゃうんですよね。あとちゃんと覚えてなかったりするんで、うん、それが終わったその次の日とか、まあ、当日にちゃんと言語化するっていうのは絶対やってください。はいはいはい、分かりました。ありがとうございます。素朴な質問なんですけど、口コミサイトとインターン、これって結構ギャップってあるんですか？ああ、いやめっちゃギャップあると思う。あるんですね。なんか自分が抱いてたパブリックイメージと実際行ってみたら全然違うみたいなのはあって、僕メガバンク行った時そうで、うん、なんかメガ銀行業界ってこうなんか落ちてるみたいな、はい、金融業界落ちてて、で年功序列でクソつまんなさそうだなと思ってたんですよ、うん、最初、うん、けどまあ一応銀行のインターン行ってみるかって言ってメガバンクのインターン行ったら、うん、グループワークめっちゃ楽しくて、実際の業務内もめっちゃ面白そうだったんですよね。あとはやっぱ商社めっちゃキラキラしてんなと思ってたけど、やっぱ自分に合わないなって気づいたりとか、うん、そういうのはあるんで、うん、口コミとかパブリックイメージと自分の理解が違うっていうところは明確にあると思います、うん、あじゃあパブリックイメージで懸念して参加しないとかはしなくてほうがいいってことだね。あんまやんないほうがいいと思います、うん、逆にリスクです、はい、ありがとうございます。もうこれで僕の夏完璧です。
よかったっす。就活したい人は就活染まればいいけど、まあ、変に染まる必要はないんで、自分のやりたい進路でやってください。そう、私もサマー参加してないからね。サマー参加しなくても、まあ、別に自分の行きたい進路には進めるっていうことなんで、やりたい人はやって、ちょっと違うなと思う人は、まあ、別のところで頑張っていただけたらなと思います。この夏最高の夏にしましょう。最高の夏ということで、今日は稲山さんにサマーインターンについていろいろ聞いていきました、はい、稲山先輩、じゃ最後にこれから夏頑張る就活生、学生、大学3年生に向けてメッセージお願いします。はい、で僕の場合は本当サマーを必死に頑張ったおかげで、まあ、いろんな業界のことが知れて、うん、すごい自分の志望業界がちゃんと明確になったんで、うん、サマーインターン頑張ろうと思ってる人は本当必死に徹底的に頑張ってほしいなと思います。で、そうじゃない人は普通に自分のやりたいことをしっかりやってくれればいいかなと思います、ね、うん、うん、なるほどね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、あのプレゼントもあるんで、あ、そう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 、皆さん概要欄からダウンロードしてください。はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。